皆さんこんにちは。いよいよ本日より黒ガラス3が公開になります。はい、ありがとうございます。今回のね、黒ガラス3ではですね、解決屋 VS 解決屋の対決が描かれるというわけでございます。まあ我々黒ガラスと敵対する組織ホワイトナイトというね、解決屋がいまして、果たしてどちらの解決屋が生き残れるのか。まあね、僕が演じるね、ちょっとユウヤという役の過去もね、はい、結構描かれますので楽しみにしててください。はい、アクションもあります。ラストには衝撃の事実も明らかになります。はい、もう本当にね、僕たちね、ようやくこの日を迎えることができて本当に嬉しいです。はい、では黒ガラス3、ぜひ劇場でご覧ください。で、お前は何が知りたいんだ。依頼金は成功報酬で1000万。あなた方は正義の味方です。ありがとうございました。俺にこの解決屋買い取らせてくれないか。俺の前に汚え金を置くな。金のためだったら何でもやるんじゃねえのかよ。2つの金、この町に解決屋だ。女を捕まえた方の解決屋だけ残すって。試してみよう。あいつらはどれくらいお前のことを思って。社長はお前とは違う。あいつの元へ連れ戻されるくらいだったらここで死ね。ああ、ここで死んだ方がいい。社長はごめん。ふざけんなよ。正義ってなんだ。